知らないものは知らないでいいじゃん、別に。知らないことは恥ずかしくない。わー、素晴らしい。知らないことを隠すことの方が知らないんだよ。違う、なんだっけ。知らないんだっけ。恥ずかしいんだよ。恥ずかしいんだよ。恥ずかしいんだよ。思い出し笑いより思い出し舌打ちとか思い出しうなり思い出し声などを人前で避けていきたい。そうそう、これはもう。でも思い出し笑いの方が少ないんじゃない、さすがに。思い出し笑い、思い出し笑いのが、思い出し舌打ちとか普通にあるじゃん。あの時はやっておけばよかったなみたいな。そうね、その時に、うん、たまたまその、まあ、道端で通りかかった人とかいたら、うん、その人に悪いし、全然それ全然関係ないけど、うん、自分のその思い出の中でムカついたことに対して舌打ちしてるだけなんだけど、その人にとってはちょっと不快ですからね。うん、だから思い出し笑い、なんかあの人笑ってるみたいな風に思われがちじゃないですか。あ、違うか。そうでもない派。なんか電車とかで全然知らない人がなんか笑ってたりとかして、一人で別に誰かと話してとかじゃなくて、一人で笑ってるのを見て気持ち悪いなとかって思わない？幸せそうだなと思う。ああ、いい人。いい人っていうか、あ、そうそう、だから自分もだからそれを見てなんか気持ち悪いなとかって言われたりとかするじゃないですか。なんか年齢にもよらない。俺30超えてきて、そうそうそう、気持ち悪いって思わなくない？いろんな人生経験を、そうそうそう、漢字は読めないが。さっき思い出、うなりを。うなりをね。さっき調べてた。うなりって多分ね。この収録の前に調べてたから、うん。うなりだけは読めてほしかったなって言われたもんね。まあ、そうだよ。そこで読み上げて確認するっていう潔さ、ね。いや、もうこ、うん、別にいいから。知らないものは知らないでいいじゃん、別に。知らないことは恥ずかしくない。わあ、素晴らしい。知らないことを隠すことの方が知らないんだよ。違う、なんだっけ。知らないんだよ。恥ずかしいんだよ。恥ずかしいんだよ。恥ずかしい。知らないことは隠す方が知らない。うん、知らない、まあ、いいんだけど。もう人生経験があるから。ないが。笑ってる人に対してそういうふうに思うのはやめようっていう。それよりはこう、うなったりする方を避けてはいきたいねっていう。だって今日もさ、ここに来るまでに、私23ぐらいかな。うん、女の子はなんか曲を聴きながらみたいな感じでいいサビ来た時に、うわもう楽しいみたいな。あー、それはいい。いいよね、それは。めっちゃいい。すごい幸せそうだと思って、俺もそんな幸せになりたいと思った。あー、いや、アキさんがそっちの方のタイプで嬉しい。なんでだって卑屈になってたよ、そりゃ。若い頃で20代とかって羨ましいなっていうか、ムカつくみたいな。でもなんか年を重ねていくごとに、自分は自分でいいんだ、そして相手もリスペクトしなきゃいけないんだっていう気持ちになんか経験していくことになるよね。いや、なんか感動した。感動した。感動した。そっち派で、うん、そっち派でいてくれて。これがね、やっぱり人間って変わってくるからね。変わるか。変わらないですか。思い出し笑いはしてる人に対しては温かい気持ちで見守っていくっていう。だから思い出し、他にあるじゃん、なんつったっけ。思い出し舌打ち、思い出しうなり、思い出し吠え、うん、あーみたいな。なんかシャワーとか浴びてて、なんか思い出して、うん、今日あった嫌なこととか、うん、だから仮にそういうさ人がさ隣にいたらさ、できないよ。できないけど、どうしますか、大丈夫ですかみたいな感じでいけたら、それはもう人間として素晴らしいよね。素晴らしい。いや、だから思い出し笑いより舌打ちうなり吠えを避けていきたい。額面通りですよ。半数思考になっちゃってるってこと。いろんなことをこうさ、考えて考えて考えて考えるみたいなさ。で、ああー、うなりとかの話。あ、もうみたいな。そうね。頭の中でその過去の失敗した出来事が思い出したくないけど、そう思い出したくないと思う、思えば思うほど思い出しちゃってみたいなね。俺もそうなんだけど、なんで過去のことをさ考えるんだろうね。未来しかないわけじゃん、もう。未来のことに対して舌打ちってしないじゃん。あ、これあるわ、あれはあるわみたいな。あんま、あ、でもまあまああるか、ちょっとはあるが、まあ、今日忙しいわみたいな。ああ、これ、あ、今日忙しいわ、今日忙しいわ、そういうことか、なんなんだよみたいな。でも過去のことの方が多くない？まあ起きたことだ、経験したことだから、うん、まあ、思い浮かべやすいっていうのもあるし。ということは成長していってるってことだよね。そう、あれしとけよかったなとかなってるってことは、それが分かってるってことだから、
一番ダメなのはそれが分かってなくてヘラヘラしてるやつは思い出し笑いしてる人なの。違うか。そのヘラヘラ、その思い出しヘラヘラ。でも性格上しょうがないよね、もうこれって。そうですね、やっぱでも思い出し、その反省として思い出ししたうち、うなりは、まあ一人でこう一人の時間の時にまあそうやって反省して次につなげるっていうのは大事ですね。